日本大阪府阪南市小崎町小崎町は大阪府阪南市の大技。現行行政地名は小崎町1丁目から小崎町8丁目と小崎町。本校では同地域にかつて存在した千南郡尾小崎村、小崎町についても記す。阪南市北東部南海本線小崎駅周辺にあたる。阪南市役所の所在地。西、北で大阪湾に面し、 南で、新町、黒田、下で、鳥取中、東で、仙南市、男里に接する。周辺大あざとの境界は飛び地が多く作装を極める。南海本線と並行して、大阪府道250号鳥取吉見泉佐野線が横断し、両社を大阪府道258号小崎停車場線が結ぶ。 南海本線以北では住居表示が実施され、小崎町一の八丁目が設置されている。住居表示水市地区は、実施地区の周辺に、飛び地上に散在するが、南海本線以南の比較的広い地域は、東鳥取地区に含まれる。福島、旭、小崎鉄筋住宅など2020年5月31日、現在の世帯数と人口は、以下の通りである。 国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。大部分の路線が経由。多数散在する飛び地を通過する路線は省略する。小崎神社。ありがとうございます。